皆さん、こんにちは。ジャニーズで人気であるカトゥーンの亀梨和也さん、かつて女優小泉今日子さんとの熱愛が話題となりました。新旧アイドル同士の熱愛であることはもちろん、20歳という年齢差も大変話題となりましたが、その後の2人というのはあまり知られていません。そこで今回は亀梨さんと小泉さんの熱愛を振り返るとともに、当時の様子や破局後の様子について詳しくご紹介していきます。また亀梨さんのジャニーズ事務所と芸能界の引退についての発言についてもご紹介していきます。まずは亀梨和也さんのプロフィールをご紹介します。愛称亀、亀ちゃん、本名亀梨和也、生年月日1986年2月23日、身長171センチメートル、血液型 B 型、入所日1998年11月8日、メンバーカラーピンク。亀梨さんと小泉さんに熱愛報道が出たのは、亀梨さんがカトゥーンとしてデビューをした2006年頃のことです。デビュー以前からすでに人気があった亀梨さんは、2005年放送のドラマ「極戦」に出演したことでさらなる人気と知名度を獲得します。さらに同じ年の11月には「のぶた」をプロデュースにも出演し、 W 主演を務めた山下智久さんと修二と明を結成。主題歌「青春アミーゴ」がその年初のミリオンセラーを達成するなど、亀梨さんにとって2005年2006年というのは非常に飛躍した年となりました。そんな中で突如現れたのが小泉さんとの熱愛報道です。カトゥーンのデビューは2006年3月であり、熱愛報道があったのはその1ヶ月後の2006年4月のことです。その相手がかつての人気アイドル小泉さんであることも大変な驚きでしたが、それ以上に世間をざわつかせたのはその年齢差です。当時20歳だった亀梨さんに対して、小泉さんはちょうど20歳離れた40歳でした。まるで親子とも言える年齢差には亀梨さんのファンもただただ驚愕するしかありませんでした。この交際について本人たちは認めておらず、ジャニーズサイドも指定愛と報道を否定しています。しかし報道によると、亀梨さんが小泉さんの高級マンションに入り浸っていたことや、ほぼ半同棲状態であることをスクープしていました。まだデビューしたばかりの人気アイドルということで、世間的には否定をするしかなかったようですが、交際の事実は間違いがなかったと見られています。小泉さんの年齢やいろいろな状況から考えると、2人の交際にはやがて結婚という可能性もあるように思われていました。2006年にスクープされた2人の交際報道には、2人が路上でキスをしていたことも明かされています。しかし残念ながら路上キスを裏付ける写真などは一切出てきておらず、2人が路上キスをしていたかどうかについては不確かなままとなっています。デビューしたてのアイドルとかつての超人気アイドルの年の差熱愛というだけでも大スキャンダルですが、反動性ともなればさらに大きなスクープです。それを証拠に2007年7月には2人でパリに婚前旅行に出かけたり、友人の結婚式に出席したりと、結婚が秒読みであることも報じられています。また2人で俳優武田鉄矢さんの元を訪れ、付き合っている、結婚するとの挨拶をしていたことも公になりました。しかし結果的には結婚も引退にもなっておらず、2人はやがて破局を迎えています。2008年頃に週刊誌によるスクープで2人が破局したことが伝えられます。破局理由はお互いの感情のすれ違いとも言われていますが、ジャニーズ事務所から多大な圧力があったとも言われています。しかも破局後も2人で食事をしたり何らかの付き合いはあったようで、その破局報道自体が偽装であるとの報道もありました。しかしその後、小泉さんは違う俳優との不倫関係が報じられ、亀梨さんとの関係が終了していたことも確定となりました。次は2人の馴れ初めについてご紹介します。20歳という年の差の2人は一体どのようにして知り合ったのでしょう。調べたところ、共演経験があったわけではなく、どうやら共通で通っていた会員制バーでたまたま知り合ったというのがきっかけだった模様です。それから交際に発展したというのも驚きですが、立場や年齢差を飛び越えた交際というのも当時は本当に衝撃的なニュースでした。あれから時は流れ、亀梨さんは報道当時の小泉さんの年齢に達しようとしています。そして現在も独身を貫いていますが、
モテモテということもあり、常に女性の噂は流れています。一体今後どのような女性と結ばれていくのでしょうか。ますますの活躍同様に、恋愛や結婚についても引き続き要注目です。では次に、亀梨さんのジャニーズ事務所と芸能界の引退についての発言についてご紹介します。12月3日音楽特番ベストアーティスト2022が放送されました。同番組で流れた一部 VTR に対し、山下智久ファンから怒りの声が上がりました。テレビ誌記者は、番組ではジャニーズグループのセクシーゾーンが KAT−TUN、 N、 亀梨和也と山下によるユニット修二と明の青春アミーゴをカバーしました。この曲は亀梨と山下がダブル主演した2005年のドラマ信太をプロデュースの主題歌だったため、番組内で本編映像も流れることに。しかし亀梨やヒロイン堀北真希の出演シーンは流れたものの、ジャニーズを退所した山下の映像がごっそりカットされていたことで物議を醸していますと語っています。これにはヤマピーファンから、引退した堀北真希さんは出すのにヤマピーはなしなの、彼をいないことにするなんてひどすぎる、いつまでこんなことやるのと非難轟々となりました。その一方で、ジャニーズに所属している亀梨さんの映像は通常通り流れたわけですが、亀梨さんにも一部で不穏な噂が飛び交いました。ベストアーティスト2022の放送日の前日に、2022年12月2日暴露系 YouTuber として注目を集めたガーシーこと東谷義和氏が自身のインスタグラムで生配信を実施しました。その中で、山下智久さんがジャニーズを辞める前、山下さん本人から直接退所に関する相談を受けていたと明かしました。真偽のほどは不明ですが、東谷氏によると、山下智久さんは当初友人関係でもある亀梨と一緒に事務所を退所する予定だったそうです。しかしその後仲違いしたわけではないものの、その話はなくなったようです。亀梨和也さんは20年の週刊文春の記事でも退所話で話題になりました。当時文春が亀梨和也さんの知人を取材したところ、亀梨和也さんはジャニー氏が亡くなった後、ジャニーズ事務所を辞めて芸能界も引退したいとぼやいていたそうです。このような報道も過去にあったため、一部ファンの間では次に辞めるのは亀梨くんといった憶測が飛び交っているといいます。とはいえ、亀梨和也さんは来年 NHK の主演ドラマ正義の天秤シーズン2の放送が決まっており、すぐに辞める可能性は低いと思われます。しかし最近はジャニーズ関係者の退所が相次いでいるだけに、ファンの心配はしばらく続きそうですね。動向が気になるところです。いかがでしたか。今回は亀梨さんと小泉さんの熱愛を振り返るとともに、亀梨さんのジャニーズ事務所と芸能界の引退についての発言についてご紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。